イザベルド・ロレーヌは、ロレーヌ女皇、ナポリ王妃。ロレーヌ皇・シャルル二世の長女で、母マルグリットは、ローマ王、プファルツ剪定交流プレヒトの娘であった。夫のルネ・ダンジュを、共同君主として治めた。シャルル二世の男子はことごとく養成していたため、そこに目をつけたヨランド・ダラゴンが1420年に、次男のルネをイザベルと結婚させた。これには、 夫が1424年にブルゴーニュ派に、治療のギーズ伯領を奪われたことも背景にあり、イザベルは父から後継者に指名され、1431年の父の死後に、ロレーヌ公国を相続し、夫ルネが共同統治者となった。ところが、重帝のボーデモンクアントワーヌが継承に反対、彼と支援者のブルゴーニュ公フィリップ三世に敗れた、夫は、 同年に捕虜となった。イザベルは子供たちを連れて、フランス王シャルル7世の宮廷に向かい、夫の釈放を掛け合ったが、この時同行していた次女のアニエス・ソレルはシャルル7世に、見染められ、後に王の愛人となった。夫の不在時には、夫の両国の摂政も務めた。全領公と戦っていた夫の救援のため、軍勢を率いたこともある。夫が、 旅収のまま1435年に名目上のナポリ王となり、アラゴン王アルフォンソ・ゴッセイも、ナポリの継承権を主張すると、夫に代わり、ナポリへ向かい、劣勢ながら、アラゴン軍と戦った。1437年に釈放された夫と、翌1438年に、ナポリで合流したが、 戦況を覆せず1442年に王位を諦めてマルセイユへ戻った。帰国してからも災難は続き、ロレーヌに反発した神聖ローマ帝国の都市、メッツの兵に襲われ身の回りの品を奪われた。かねてより都市の反抗に苦しめられた夫はシャルル7世に救援を要請1444年にフランス軍がロレーヌへ遠征する契機となった。 1453年死去。後位は、息子のジャン2世が継承。夫は、翌1454年に、ジャンヌ・ドラバルと再婚した。イザベルが夫ルネとの間に設けた子は次の通りで、ある。他に7人の子が生まれたが養成した。三角、P159, 佐藤、P141, ミシュレ、P24、P25。三角、 P159P160 佐藤 P152 ミシュレ P190P191P221P223 三角 P167 ミシュレ P256P257 佐藤 P156 ミシュレ P239P240 ありがとうございます